為替のブルームフィルターの角の視覚的表現、すなわち大きさ1ピクセルの起点にフィルターをかけて得られる図。上から初期状態、起点1パス、2パス、6パスフィルターの角を表す。サズはそのまま表したもので、渦は画素の最大値が255になるように正規化したもの。画像処理における為替のブルームフィルターとは高速なぼかし、処理アルゴリズムの一つ。 当時文化社に在籍していた川瀬正樹が2002年に XBOX のコンピューターゲーム WSTEAL のグレア表現 HDR においてまわゆい光を持つピクセルが周辺のピクセルに光を溢れさせる視覚効果のために作り翌2003年のゲームデベロッパーズコンファレンスでこの技術が発表された N パス川瀬のブルームフィルターは画素を4点 y の平均に置き換える操作を i イコール0から i イコール n まで n 回繰り返すことで得られる。ここで小数の座標の画素は線形補完を意味しており、実際には1パスあたり16ピクセルの平均が取られる。この処理は一般的な GPU で高速に行うことができる。ありがとうございます。